なんやそれ。幕入れの際、放馬したため、捕まり次第、馬体検査を行います。発送時刻が少々遅れますので、ご了承願います。なお、検査の結果は、分かり次第お知らせいたします。はい、ご案内の通り、阪神2レースの10番です。阪神2レースの10番、愛のミステリア。今ちょうど1コーナーあたりまで走ってきてしまいましたが、この勝負じゃあ。スタートしました。まずまず揃いました。16番のラブ&ゲーム好スタート、好ダッシュは14番のサノレーヌ、12番のボン、前は2頭並んで12番のボンジョルノ、外から14番のサノレーヌがかわして先頭に立ちます。あとは外から上がってくる16番ラブ&ゲーム、4コーナーから直線、4番手外から9番のスパークジョイ、それらの後ろから10番タチアオイ、さらには13番のスピーニーローザが追い込んできました。200を切って前の競り合い、16番のラブ&ゲームが前に出た、ラブ&ゲームが前に出る、外からは9番のスパークジョイ、そして13番のスピーニーローザ、小林亮太が追い込んでくる。13番のスピーニーローザ、小林亮太、8勝に5位。13番のスピーニーローザが制しました。2着に9番のスパークジョイ、3着争い広がりましたが、16番のラブ&ゲームと14番のサノレーヌ、さらには6番の夢見る夢子と広がりました。おめでとう、待望の初勝利、小林亮太騎手。いや、ゴールの瞬間はどんなお気持ちでしたか？そうですね、馬が、まあ、よく頑張ってくれて、まさかこの子で勝てる、今日決められるかなとは思ってたんですけど、まさか本当に勝てるとは思わなくて嬉しかったです、ね、今もおいしい続々先輩の皆さんも来ていらっしゃいますが、はい、ここまでデビューからどんなお気持ちで初勝利をご自身は待ってましたか？そうです、ちょっと同期がやっぱ結構活躍してる中での未勝利だったんで、まあ、悔しい気持ちでいっぱいだったんですけど、焦らず頑張ってここまでやってきました。今度はビクトアルボスが先頭に変わるか、あとは4番手インコース、11番の BB レガロ、4コーナーのカーブから直線コースに入りました。BB レガロは一気に外へと出していきました。さあ前のラストイドノスティアを捉えに出るビクトアルボス、外から11番の BB レガロが迫ってきて200を切りました。前は3頭の争いから8番のビクトアルボスと11番 BB レガロ、2頭の競り合いに変わった。3着争い13番のドノスティア粘るところ、湘南アクア千夢あかりが追い込んでくる。前は2頭並んでいる、前は2頭競り合ってゴリ、8番ビクトアルボス三浦恒成か、11番 BB レガロ武藤雅か、2頭の競り合い最後の最後まで続きました。その後の開いた3着争い、13番のドロスティアが、ね、カーブ、あとは3番手開いて3番タイキスウォード、そのうち8番のアチロイス、11番プラチナスター、外から追い上げを開始する13番ロッソビアンコ、4コーナーから直線コースに入りました。新軍バズーカはその外から追い込んできます。残り200を切るところ、10番のエルメームが先頭、並んでくる3番のタイキスウォード、そして外から一気に4番の新軍バズーカが先頭に並んでくる。前は黒い帽子2頭、3番タイキスウォード、4番新軍バズーカ、新軍バズーカ通り、わずかに捉え切ったように映りました。4番の新軍バズーカ、また一郎兄さんや、タイキスボード、最後は2枠2頭の争いに変わりました。
開いた3着に10番のエルメームが入っています。コーナーのカーブに向かっていきます。先頭は2番のファンファン、ファンファンが先頭。4コーナーのカーブから直線コースに入ります。2番手外から追いかけてくる6番のリングアップ、あとは内を狙った15番の鈴鹿キングボス、外からは14番ナイトクリーガー、内ラチ沿いから9番のドロスが追い上げてきました。200はすでに切っています。先頭は2番のファンファン、リードはまだ2馬身から3馬身、じわりじわりと15番の鈴鹿キングボスが詰め寄ってくる。ドロスが3番手、前は2頭並んで、これ前は2頭並んでいますがどうでしょうか。2番のファンファンわずかに優勢か。しかし15番の鈴鹿キングボスも差がなく最後は差を詰めています。3着に9番のドロス、4着10番当選リミテッドと続いています。手の大外、あとは13番のエターナルボンド、その後ろ4コーナーから直線コースに入ります。先頭は8番のリービーグエル、外から迫ってくる16番のマッチリスノビル、さらに外から2番のクリスタルブラックが勢いよく追い込んでくる。あとは4番手の一線から7番のネオマテリアルと13番エターナルボンド、先頭は抜け出した2番クリスタルブラック、2番手16番マッチリスノビル、クリスタルブラックゴリ、2番のクリスタルブラックがデビュー勝ち。2着に16番のマッチリスノビル、3着粘って8番のビービーグエルです。鮮やかに差し、その後ろから差を詰める4番の夢の先、直線コースに向いて大外から各馬接近、7番のファイトアローン、そしてフレイングランがその直後まで接近してくる。先頭抜け出た12番ワンダーラジャ、残り200を切って2馬身のリード、懸命に追ってくる7番のファイトアローンがぐいぐい差を詰めてかわす勢い、かわして先頭に変わった2番手ワンダーラジャ、3番手には8番のフレイングラン、7番ファイトアローン先頭で合流、12番ワンダーラジャ2着、離れた3着8番プレイングラン、時計が2分42秒8、今ようやく14番エゴーマックスがゴールに到達。一旦は抜け出た12番ワンダーラジャ、これを目標にした7番のファイトアローン、忍び寄りようにいます。3番でキコクイーン、外からムチが入って高野エル、内からはグラマラス、ライフで直線コースに入りました。そして大外からレッドドフィットが差を詰めて3番手のシグランド、外まで上がっている、抜け出て8番キャンディスイート先頭で残り200を切りました。2番手からレッドドフィットが追いすがって、その際1馬身から半馬身と迫っている。3番手のシグランドマーガレットスカイ、タクはその後3着争いを追い込んでくるか。キャンディスイート、キャンディスイート追い上げる、レッドドフィット追えます、ゴールわずかに粘りました。8番キャンディスイート、2番手から早め先頭に立って押し切りました。4コーナーは大外を回って4番のレトロフィット、グイグイ差は詰めましたが、最後半馬身ぐらいまで差を詰めたところがゴール。やりますなぁ。結果発表。そしてローザンファーム今年の17勝は年間最多記録となります。五郎が1位、阪神ジグナイルフィリーズでは10勝目をマークしました。鞍上北村雄一騎手は今年大阪杯、そして秋華賞も勝って阪神ジグナイルフィリーズ G1 中京も五郎かいな。今年の10勝7勝目、自身の年間最多10勝勝利数を大幅に更新です。そして管理する松下武史調教師、やるね五郎ちゃん。2015年開業にしてついに G1 制覇にたどり着いています。今4番レシステンシア控えていきます。1着4番レシステンシア、
2、3着まだ写真判定が続いています。4着3番のウーマンズハート、5着1番山勝マーメイドでした。タイムは1分32秒7レコード。上がるタイムゴールまでの 800m は47秒2、 600m は35秒2でした。でもなんか気になる。阪神ジュベナイルフィリーズ確定までお待ちください。